こんばんは、カブパパです、まあ、こんばんはっつっても今8時40分ぐらいですね。ちょっと先日ですね、うちの奥さんカムママさんと日光白根山ですね、登って以来ですね、一月ぐらい動きがなかったんですが、今週末ですね、うちの奥さんは北アルプス行ったことないんですよ。で僕は学生の頃はまあ年中行ってたんですけど、まあいろいろ結婚してからね、いろいろ忙しくなっちゃって、まあ行けなくなったのもありましてですね、奥さんも連れていけなくてですね、奥さんにしてみれば初めての北アルプスということで、天気が晴れればいいなというふうに思ってますが、僕もいろんな道具持ちではあるんですが、奥さんが 初の北アルプスということで、まあ、新しいの、まあ買ってみました。こちらですね。これはもう言わずと知れたですね、ジェットボイルのタイプがですね、ミニモですね。細長いタイプと違ってですね、ちょっと高さはさほどないんですが、まあここのクッカーのですね、直径がこう広がったというようなモデルです。まあ何せ買ってきてですね、まだ何もパッケージも取ってないんで、今日はですね、使うというよりかは一回ちょっと開封してみて、まあどんな感じなのかなということと、あと収納ですね。こちらのジェットパワーの100かな、100っていうかな、まあ、これを入れてみてどういう風にスタッキングできるかちょっとやってみたいという風に思います。お、意外と簡単に開いちゃいましたね。これね、正直言ってまあ定価販売なんでしょうけど、税抜きで 19,500円だってまあ税込み2万超えちゃうんですけど、直接海外通販で買ってもよかったんだけど、ものすごい安いんで、ただまあいろいろなこと考えて、まあモンベルで買いました。まあそれは置いといて、こんな感じですね。これはポイ、これもポイ、これがですねミニモになります。僕がね、最初欲しいなと思ったジェットボイルって結構縦長の、なんていうかな、タケノコみたいな形してるんですけど、これはどっちかって言ったらですね、太鼓みたいな、まあ、そんな感じですね。ちょっと寸胴型です。ちょっと開けてみます。おお、あ、ここについてるね。うん、結構、おお、この蓋はですね、素材はですね、蓋は何だろう、プラスチック、ちょっと柔らかめのプラスチックですね。このスタビライザーがここにはまるようになってますね。あ、ここに開けるのね。おお、なるほど。んで中にトリセツ、まあ、ステッカー、まあ何気に無造作にですね、これが五徳ですかね。この五徳はね、ミニモのこのクッカー部分、お鍋部分を乗せるには必要ないんですが、他の例えば他社製のフライパンだとかね、他のクッカーを乗せるときにこれは使います。で次にこのですね、ベルクロの、ベルクロじゃないや、なんて言うんだろう、これベルベット風のちょっと肌触りのいい袋にですね、あ、これが入ってますね、バーナー部分ですね。なるほど、これイグナイターも一応くっついてます。うん、一応火花出てますね。で今度はこっちですね、後ろ側に、おお、パカッと、プラスチックのカバー兼お皿なんですかね。ここでちょうどですね、メモリがここに刻まれてます。ヒートエクスチェンジャーですか、フレックスなんとかって言うんだけど、このヒダヒダのやつはですね、僕も先日プリムスのイータスパイダーっていうのを使いましてですね、まあえらいこと早くお湯が沸くんで、まあびっくりしたんですが、ちょっとそのことがあってですね、これを購入に至ったわけなんですよ。まあイータスパイダーの場合はちょっと
カバーとか入れると1キロ超えちゃうんで、とてもあの山の上に担ぎ上げるものでもないんですが、まあ、こちらに関しましてはですね、本体で言えばですね、ガスカートリッジを除くと約 500g ですね、まあ、非常にあの軽いものですから、これはあの山の上に全然持っていけると、今度北アルプス縦走にも持っていけるということで、これは非常に実用的ですね。では組み立ててみましょうか。まあ初めてのジェットボイルなんで、これですね、ちっちゃい方のガスね、 100g の方のガスパカッと取りまして、あとはまあどこのも一緒ですよね。この後ろに、お、こんな感じですかね。で、ここに、まあ、ヒートエクスチェンジャー付きのクッカーの底をはめ込むと。ちょうどね、この切りかきのね、デコとここがボコになってますんで、まあ、ここを合わせてねじると、まあ、こんな感じですね。非常に素晴らしい。以前のあのジェットボイルってここら辺がですね、この孤児から出てくる、まあ、孤児ってこのカバーから出てくるのが布だったんですね。でちょっと持ちづらかったんですが、今度はあの普通のあのフォルディングのハンドルになってるんで、非常にこれ使いやすくなってますね。またあの、まあ使ってからいろいろあのお話しようと思いますけど、従来のものに比べてこの丈はですね短くなってる反面、あのここは深く広くなってますんで、非常に調理の方がしやすいかなというふうに思いますね。だいたいまあスペック、まあ、ちょっとあの iPad でですね見ながらやってるんですが、これ素材はアルミニウムですね。で総重量がガスカートリッジ抜くと 500g、 このお鍋の内容量はまあ1リッターあるんですが、まあ、実際使うのは 500ml と、まあ、いうようなところで、使ってくださいというふうに書いてありますね。これを、これは内側かな、そう、内側を入れてですね、こっちも入れて、2箇所入れてですね、2箇所はめて最後をちょっと引っ張りながらやってやると、まあ、きちっと立つんですね。あ、撤収の前にね、ついでにね買っちゃったものがあるんですよね。それをあのちょっとご紹介ということで、これはですね、このひだひだね、フレックスリング付きのフライパンです。これもジェットボイルの純正のものですね。じゃーんと、こんな感じです。一応ハンドルはフォールディングになってまして使いやすそうですね。こちらはですね、ちょっとスペック見てみます。一応正式名称がフレックスリングフライパンって、まあ、いうふうに書いてありますね。まあ、フレックスリングですから、このカバーの中に秘密があるわけですけど、パカッとちゃんとこうフレックスリングがついてますね。ミニモと同じようにやっぱり熱を逃がさずですね、まあ、効率よく食材を加熱すると、まあ、いうような使い方をするということですね。これはね非常に軽いです。総重量はこれで 280g なんで、まあ山登りするにも全然問題ない重さです。じゃあこれをですね、はめる場合どうするかということですね。このごとくこちらを使うようですね。これはこのようにクッと曲げてですね、でこの上にこうですね、セット、結構安定してます。でこうした後ですね、ちょうどこの大きさが、まあ、こうやった方が分かりやすいですね。ここに乗っかりますね。ちょうどこのようにガチャッと、ちょうどうまい具合にはまりますんで、中央を出すようにですね、中心を出しながら、こうですか、うん、ああ、これはね非常に安定してる。
まあ、実際ちょっとね今度山で使ってみたいというふうに思います。これがですね取って爪はこのようにピッとピッとピッ、こういうふうにします。畳んだ状態。続いてこれ順番はまあ順不同ですけど、まあ、これを取り外すということですね。でこちらも畳む畳む畳むとこんな感じですね。蓋の後ろですね、蓋の後ろにはめてしまうとこんな感じですかね。なんかね公式サイトだとこんな風に書いてあるんですよね。これねあんまりやりたくないんだけど鍋の中に傷つきそうなんで、これとこれをまず合体させるんだ。これ入るんだ、ピタ。こういう風な状態を、まあ、キープしたままこの中に、ん？入るんけ、入るんけ、これ。あ、入った。こんな感じ、こんな感じに入りますね。これで結構隙間があるんで、なんかかますことができますね。で、この状態だと、このごとくね、ごとくどうやったって、最初はごとく入りだったんですけど、今ね、これ、ジェットパワーの缶入れちゃったんで、今度ごとくが入らなくなっちゃったという場合は、まあ、ごとくは先ほどあったですね、ベルベット調のこのちょっと高そうな袋に入れてですね、まあ、別に持つというふうにしなくちゃならないということですね。あとちなみにこれ蓋するとどうなんだろう、入るんかな。蓋は蓋取ると入るんですよ。だけど蓋をつけた状態、同じポジションでやると蓋をつけた状態だと入んねえんだね引っかかっちゃって入れると、もしくはこの 100の缶は別に持ってですね、この中この中にはバーナーとあとごとくこれだけ入れて、まあこうですか、まあこれとこれ、まあ、別個に持っていくと、まあどっちでもね大した荷物じゃないんでどうってことないんですが、あとこれですか、後ろにカバーをピタッとしてですね、これでまあワンセットと、ちょっとこれでですね山に持ってきたいというふうに思います。
撮ってみましょうか。うまい。